安倍晋三首相は15日午前、首相官邸で公明党の山口那津男代表と会談した。山口氏は新型コロナウイルス感染広む代を受けた追加の経済対策として、ところどく制限なしで国民1人当たり現金10万円の給付を実現するよう要請。首相は2020年度補正予算案を速やかに成立させた上で、その後、方向性をもってよく検討したいと応じた。会談後、山口氏は記者団に政府が緊急事態宣言を発してから、広範な新意影響が社会、経済に及んでいる。国民に励ましと連帯のメッセージをしっかり伝えるべきだと強調。首相に決断を促した。積極的に受け止めていただいたと理解していると語った。